ネル小出料理長です。煮魚が嫌いだった料理長はまかないのたらざきを召し上がられてから苦手を克服されました。思い出のお料理となります。今日は寒さが増すに従って美味しくなるブリと大根でブリ大根をご紹介いただきます。それでは小出料理長よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず、ブリの皮を、剥いていきます。はい、ちょっと手が邪魔になるので先にここだけ。はい、まず、ブリのヒレを、取っていかれます。はい、どうしよう、あ、すく、はい、はい、ここを剥いておられます。まあ、昔は言うたら大家族やったじゃないですか。あ、はい。だからブリ1本買って、まあ、正月に食べるっていうのは。なるほど。まあ、昔はあったみたいですけどね。まあ、今はもう各家族なんで、もう切り身買うぐらいですか。そうなんですよ。そうですよね。ブリの水揚げって言いますと、こう西の方でも、先ほどこのブリ、ペンネとおっしゃったように、はい、いろんなところで取れるお魚でもあるんですか。そうですね。はい、まあ、はい、氷見のブリが、まあ、有名ですけど、まあ、北海道から、はい、もうちょっと九州の方まで取れるのは取れるんですけどね。使用されます。
っていうのは、まあ、はい、これはもう、まあ、やってすぐできるものじゃないけど、数しないとやっぱりダメなんで、うん、まあ、もう今は、うん、スーパーでみんな直してもらえる。そうですね。ね、うん、覚えようと思ったら自分で嘆きも。僕の母親の時代やったら、ね、うん、自分で下ろしたりしましたけど、うん、そうですね。下振りという工程に入ります。はい、まあ、湯通しなんですけど、はい、あのお湯の中通したらちょっとうっすら白くなって、はい、霜が浮いたみたいに見えるから。なるほど、まさしくそういうあの霜の、あ、本当ですね。あ、きれい。あ、キッチンですね。これは何のために行う工程でしょうか。あの掃除しやすいのと、あと、はい、表面についた汚れとか、ぬまりとか、生臭みとか、取るためですね。あー、オンライン修理ですね。あの家ではあのボウルっていうのはなかなかこう火にかけたりしないんですけど。まあ、お鍋で十分。はい。ですぐ冷水に取るのはどうしてですか。あの火があの入りすぎないためですね。そこでもう加熱を止めてしまうっていうので。はい、なるほど、これが霜降りという作業なんですね。確かにこのちょっとぬるっとしたぬめりが取れるわけですね。あ、だいぶこのお湯がこう濁ってくるように、はい、そう、作るときに、はい、この汚れとか、はい、あと血ですね、はい、残った血液とかをきれいに取らんと、あの臭みが落ちてくる。なるほど、大事な工程ですね。はい、ここで、お水でこうあの流水できれいにしていくわけですね。そうですね。手間暇を惜しむとやっぱり、うん、ね、ほんまに本来おいしくなるものがやっぱりおいしくならない、うん、はい、せっかく味付けよくてもこう生臭みが残ってしまったり、ちょっとウロコの口の中でところね、落ちたっていうのが半減というかもうマイナスですからね。はい、料理長はそれであのまかないで煮魚を召し上がられた時がブリ大根だったんですか。いや、その時はタイやったんですよね。へー、タイのアラニですか。はい、はい、そうですね。はい、あのお若い時ですか。そうですね。いや、こんなに美味しいんやって、その時に、はい、まあ最初出てきた時の煮魚やどうなんですよね。そうでしょうね。はい、それでは、ブリと一緒に、かく大根の方に入ります。はい、大根美味しい季節ですね。そうですね。はい、大根は
家庭では大丈夫ですけど、その、まあ、お料理で出す場合やったら、まあ、きれいにあの丸に向くじゃないですか。はい。もう家庭やったらね、ピーラーで。おっしゃったみたいにピーラーで十分やと思います。はい。丸に仕上がりました。はい。厚さは、まあ、1cmから2cmぐらいですね。はい。まあそれはまあお好みなんですけど。はい。ここで麺取りします。はい。麺取りです。麺取りもね、あの面倒くさいなと思わずにちゃんとやった方が。まあ家でする場合はね。そうですね、あの水取れしないって、まあ、言いますけど、はい、まあ、言うたら足で持った時にこう角があったら潰れるでしょ。だからなるほど、あの、まあ、日本料理とかやったら面取りするんですけどね、包丁を固定しておいて大根を回す感じですね。まあ、いろんなやり方あるんですけど、はい、まあ、こっちからこうやって処理と見てますよね。おー、逆にやりにくいんで、はい、ここの上に大根を乗せて、はい、包丁を固定して温め回してあげると角度の、あの深さが決まってくるので、均一にまたこうスーッと。そうですね、はい、すごく綺麗です。家庭ではもうそんなに気にならないんやったら普通にお湯だけでもいいかと思いますけど、はい、だからタケノコも米ぬかで湯がくっていうのもやっぱり米ぬかの米ぬかの旨味とか、うん、でタケノコのえぐみも同時に抜いてくれる、はい、そのためにまあタケノコと米ぬかで湯がくっていうね、やっぱりちゃんと旨味が、床にも旨味があるので、わー、なるほど、下茹でしとかないとやっぱりゴリゴリした大根はやっぱり美味しくないんですね。そうですね、箸で切れるぐらいやっぱり柔らかくしとかないと。そうですね、はい、竹串がスッと通るようになったらもうこれでぬるま湯にあげます。冷える時に水気を吸ってしまうんで水っぽくなるんで、ぬるま湯でさっと洗ってそのままカゴへあげます。だいたいちょっと手入れたらこうぬるいです。はい、お風呂ぐらいの温度です。だし汁にお昆布とお酒、はい、ここはもうあの料理長の長年の分量です。大体これぐらい。大体これぐらい。はい。今日のこの量で、先ほどのブリとこの大根で何人前でしょうか。はい。塩ですか。はい。はい、塩が入りました。お酒。
ここで大根がこのお出汁をたくさん吸って、そうですね、ここで、はい、あのカツオの出汁と、うん、あと調味料の味を吸っといてもらったら、はい、あの荒炊きした時に、はい、大根がそんなに味が薄く感じない。カツオ出汁に昆布が入ってるんですね。そうですね、お出汁はギリギリ足りるぐらいでちょうどいいんで、じゃないとお出汁の方にみんな味がいってない。最後そのお出汁って柔らかくもなって飲まない。もったいないと思うんです、いつも。だからもうギリギリの今日で行くたびにあらかじめ並べといて、これに見合うお出汁を、もう合わせ出汁ですね。もうお出汁とあと、はい、調味料みんな合わせたもの。調味料は酒、はい、みりん、はい、濃い口、はい、たまり醤油、はい、を入れ合わせたものです。醤油は2種類。はい、そうですね。それはどうしてでしょうか。荒炊きなんでやっぱり色を黒く持っていきたいんで、はい、濃い口醤油だけで真っ黒に持っていくともう辛くなるだけなんで、はい、この時まだ火は入らないですか。まだお砂糖は入る。はい、ここでお砂糖が入ります。お砂糖は合わせておかないんですか。後で加減してちょっと詰まり具合でちょっと足したりするんで、はい、まあ、言うたら仮当たりだけにしてるんですけど、はい、またあのお味を見ながらいろいろ足していかれるってことですね。はい、これ沸くまで落としぶたしておきます。はい、沸くまで落としぶたをいたします。お魚は身が上でも皮が上でもどうなんでしょうか。はい、身が下になっている方がくっつきにくいですよね。はい、皮はどうしてもゼラチン質なんで、はい、お鍋にくっつく、くっつきやすいです。それも知っても、分かりました。でやはりこれは和菓子かけの方がどうして回しかけるんでしょうか。表面に照りが、艶が出るように。そうすることで表面に艶が出るんですね。先ほどの私を吸った大根ですけれども、すごく透明感があって綺麗ですね。大根の繊維がすごい見えてます。はい、最終的にこの照りよく仕上げる秘訣っていうのは、
そのずっとお出汁を回しかけたりとか、あと、はい、量ですよね。はあ、はい。ある程度濃度がつくまで詰めてあげることが大事なんで。もうでもこれもやはり長年の勘で、よし、まだっていう。そうですね。最初にこれぐらいの量かなっていうのを。食べるっていうことなんで、そこを大事にしたら美味しいものができるかなと思います。